はい、船虫くんチャンネルです。今日はですね、前々から私動画内でタイヤの比較テストをやりたい、やりますよっていう話もしてきたと思うんですよ。で、実際にどのタイヤを比較テストするのかっていうのを、今話題のタイヤたちの中でやっていきたいと思います。で、そのタイヤたち、じゃあ何を選んだかっていうのをこれから紹介いたします。はい、並べてみました。超豪華じゃない？これはガレージミラルダープレゼンツ企画です。で、最初のタイヤ 5X051R、 これが今あれですね、 5X の中ではまあ一番食うタイヤですね。で、さあ隣ですね、ビッツァ、これがエンツォトレッドウェアが、これは200です。現時点ではこれが一番上ですね。どうも話によると、これからよりコンパウンドが柔らかいやつが出るらしいんですが、まあ、現在はねここまでなので、これでテストしていきたいと思います。なんかトレッドウェアが140っていうのが出るのかな、まあ、今回は200の現時点での一番安ですね。そして最後、まあ、そもそもの始まりはこのタイヤがスタートでしたかね。 NS2R ユーザーが、私あんなに活躍してる、ね、タイヤなのにユーザーが少ないなって言ったのが、そもそもこの企画のスタートなんですけど、235-4017、これのトレッドウェアが80、ですね。これね、なんかこうやってね、タイヤぐるぐる巻きにされて送られてきてるんですよ。なんでしょうね、結局なんだろう、そのタイヤの潤いを保つとか、まあ、なんかそういうのいろいろあるのかもしれないですね。前にね、以前ビッツァータイヤも、シルバーでね、この難関と同じようにぐるぐる巻きになって置いてあるのを見たことがあります。まあタイヤのなんか保護なのかもしれないですね。ちょっとね、これ剥いでいきたいと思います。さあ、ちょっと剥いでいきましょう。そもそもね、これ80番がこのサイズでシリーズラインナップしてるの知らない人もいると思うんですよ。このサイズ235-4017は今回まあ全部統一ですけど、 D-MAX で買えます。ホームページでね、普通に発注でかける感じになりますね。で、なんかね、行販はなんかできなくて、本当に普通にホームページで買うしか、できないみたいなんで、まあ、このサイズで80番欲しい方は D-MAX に連絡すると買えるというようになってます。今回のね、そのきっかけのタイヤでもあるので、80番っていうのはどこであるかな。あー、あった、はい、トレッドウェア80、235-4017 ですね。あ、そういえば昔あれだな、フェデラルでなんか同じタイヤサイズも ZR と R があって、なんか R の方が剥がれないみたいな、なんか話もよく出ましたね。まあ、ZR 確かハイスピード、なんかハイスピードのではなんか何百キロまで耐えられるみたいな、なんか確かね、そういう表記だったとは思うんですけど、 ZR の方はもちろんいいんですけどね。で、80番です。はい、じゃあね、これで実際まあテストしていくわけですけども、一応ね、なんか統一ルールを決めないとなんか分かりにくいかなと思うんで、当然ね、つけるホイールもね、できればやっぱ一緒で、空気圧もやっぱ統一がいいかなと思うんですよ。で、私普段自分で例えば車走らせるときリアタイヤって空気圧で、そうですね、だいたい 1.2 ぐらいが多いんですけど、多分 1.2 だとなんか低すぎるみたいな、なんか声も出るかもしれないなと思うんで、 1.5 キロ統一でいいかなとちょっと思ってます。 1.5 キロ統一で走る場所、今回ね、235-4017にしたのも理由があって、結構ね、
例えば2554017で用意しようと思うと、まず NS2R の80番が用意できないとか、やっぱりちょっとタイヤサイズラインナップ的に全部統一っていうのはちょっとね難しかったんですよ。でみんなどれもいけるなっていうのが、まあ、2354017、これが一番現実的なサイズだったんですね。空気圧を 1.5 キロにして、まあ基本的にはやっぱり晴れ走行、まあ、ドライで試していきたいなと思ってます。でね、サーキットもどこにしようかってちょっと考えてるんですけど、今のところこのタイヤサイズだと正直日光ではあんまりやりたいと思わないんで、まあ茂原とかがいいかなと、まあ、もしできれば理想は3速入ってる状態がいいんじゃないかなと思うんですよ。なんとなくですけど、あの2速までだとなんか分かんないこともやっぱり結構ショートコースだから、サーキットもね、ショートサーキットが多いわけですけども、ドリフトだとそうすると3速は基本的にでも入るだろうという感じもするので、今回のそのね、5X にしてもビッツァーにしても NS2R にしても、ね、話題性はあるタイヤだと思うので、これでちょっと、まあ、実際の、ね、場所を決めて、やっていきたいと思います。で、この動画はもう前撮りで、実際に走行する前日にこのトーク動画が上がってるはずなので、明日、走行動画流しますから、楽しみにしてください。まあ、結果はねちょっとリアルでお伝えするんで、どこの別にタイヤメーカーさんからね何かそういう計らいを受けてるわけでもないですし、これは本当にガレージミラルドの高島さんが協力してくれてできてる企画なんで、もう本当のところで行きたいなと思ってます。まあ、なので皆さんにリアルをお届けできたらなと思いますので、明日の動画楽しみにしてください。今日は、明日これでやるよっていうことの報告でした。じゃあ以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。